つは一体。私が説明しよう。あなた国防総省のピピミ大佐だ。奴は私が育てた。育てた。奴はベトナム戦争で特殊部隊として投入された最強のソルジャー。そして私はその指揮官だった。奴を説得できるのはもはや私だけだ。私が合図するまで手出しはしないでもらいたい。わかった。入るぞポッコ。大丈夫だ、私一人だ。武器も持っていない。ポップコ、終わりだ。もう逃げることはできない。狙撃手が狙っている。見ろこの騒動を。ここはベトナムじゃない、アメリカだ。戦争は終わったんだ。何も終わっちゃいない、何も終わっちゃいないんだ。俺にとって戦争は続いたままなんだ。あんたに頼まれて必死で戦ったが勝てなかった。そして帰国したらみんな好き放題言いやがる。あいつらは何なんだ、何も知らないくせに。時代が悪かったんだ。悪かった、ちっとも良くなってない。少なくとも戦場には仲間がいたんだ。部隊のリーダーがこんなところで死ぬのか。俺は戦場であらゆる兵器を乗りこなした。だが帰国してから注射係もやらせてもらえない。帰ってくるんじゃなかった。戦場で死にたかった。みんなみたいに。みんな死んじまったんだ。いいやつだった。みんないいやつだった。ここには誰もいない。毎日夢を見るんです。爆弾で吹っ飛んだ友達の足を探す夢を。あんまり一緒だったのに。やっぱコンビニ店員よりファミレスでバイトしたいな。いやもうええわ。ありがとうございました。この後ついに新コーナースタート。